はい、おはようございます、星川です。いろいろとですね、政治って難しいっていう、まあ、先入観も持ってらっしゃる方多いと思うんですけど、ごく自然に考えていただければいいと思います。政治だから特別ってことはね、ほとんどないと思うんですけどね、逆にそういう考え視点を持って、見ていった方がですね、国家運営とか、あと国民と執行部、行政との信頼関係というものはできやすいんじゃないかなというふうに思います。例えばですね、君子豹変するということわざがあります。これは中国の壁経という書物の中に書かれているものなんですけれども、最近というかよく使われるのはあまりいい意味では使われませんよね。急になんか考え変えて、高圧的になってくるとかね、そういうふうに使ったりします。でも元々の意味はですね、君子っていうのは、まあ、人格的にも優れた人という意味なんですけども、自分の考えをですね、改めるに宿はなしと、改めることに対してですね、躊躇しないということなんですね。自分が、ああ、間違ってた。そういうふうに思えば、その考えを改める。ところが政治の世界ではそれをやらないんです。絶対にやらないですよね。で、こうなるとどうなるかっていうと、自分のセルフエスティームっていうのがどん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 低下していきます。ですから、安倍さんとか、麻生さんとか、決して過ちを認めないですよね。まあ、今の菅さんもそうですけど、そうするとね、どん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 自分の心の中で、ああ、本当は、と思っているのに、何が悪いんだと。俺は、間違っていない。というふうに、自分にやっぱり言い聞かせてるんですね。そうすると、どん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 、それが増幅していって、真の自尊心というものがなくなっていく。というふうに私は思うんです。ですから、国民、私たち市民もですね、そういう視点で、まず、私たちのリーダーを見るということが大切だと思います。素直に間違っていれば心に落としてですね、で、その次の策、いわゆる今自分が主張していたこと、あるいは今の政策にどこに問題があったのかということを分析をして、そして次の策に移るということがですね、為政者としては大切であるし、これはそれだけではないと思うんですね。日常の私たちの人間関係の中でもそういったことができる人こそが本当の君子だというふうに思います。私もそうしたいと常々思いながら、なかなか難しいですけどね、この自分のその欲とかね、メンツとかありますからね。でもそうやって日本をね、進歩させていきましょう。